私には神となる権利があるのだ。そのために身を捧げられることを光栄に思え。これを解錠するまで生き延びられるか。まあ無理だ。トールがいい。過当な存在だが、私の指揮によってパワーを得る。存在が私の力で目的を持って待っているぞ。勇敢なネズミどもが捕獲者を出し抜こうとしている。無駄な努力だが面白い。お前たちに渡すとでも思っていたのか。数が上がってささやかな成功を収めたが、あまり調子に乗りすぎない方がいい。この手で内臓をえぐり出してやる。まさか私を出し抜いてここまで来たと思ってないだろうな。私は長く苦しめたいのだ。お前たちを捕まえに行く。私たちの苦痛は有益な情報になる。警備員はもっと頑張ってくれると思ったが、死人になったのにはそれなりの理由があるようだ。よろしい。
そのカードキーを取って進め。お前は今まさに死の淵に立っている。死者の悪臭が辺りに満ち、その恐怖がお前たちの肉体に反応を生み出す。下等な存在だが、私の指揮によってパワーを得る。悪臭がお前に恋人のように冷たい手を伸ばしている。心臓が凍るままに歪めろ。ここで回復しましょう。たまぎれよ。任せて。お前の死を待っている。本当にこれで精一杯か。まだやりたい実験が残っているの。これでお前たちを破滅させるのが楽になった。私が感心するとでも、費用ともがく無駄な努力に同情するとでも思うか。この実験はもうここで終わりにするしかない。お前たちもだ。お前たちはまだ十分に恐れていない。いいだろう。次のエリアに進め。さて、どう対処するか考えよう。お前たちを捕まえに行く。ここでお前たちは最後を迎えるだ。最後の呼吸を味わっておけ。
臭が辺りに満ち、その恐怖がお前たちの肉チッタック。など価値もない。